はい、こんにちは、リオロスです。それではまたいただいてるコメントを紹介していきましょう。よろしくお願いします。はい、ベリベリーさん、投稿お疲れ様です。お疲れ様です。オス、極みになるべく行かせたいのは皆さんがおっしゃっている通りです。はい、私個人強いて言うならばカンストしている3人の誰かでしょうか。はい、出陣の機会が来ても経験値がもったいないですからね。それなんですよそう、レベル上げスキーのサニワなので、私は経験値が入らないっていうのはどうしてもね、我慢できない。ああ、もう我慢できない、カンストしたら下で、カンストしてないことを優先して育てるので、そのまま放置なんてこともうちのカンストしたおじいちゃんたちは、隠居してます極みが濃い。そうだよね、そうなっちゃうんですよね。今うちほんとホタル丸くんも99になっちゃって、どっからね、ちょっとここ強いからホタルくん出したいんだけど経験値がっていう、このジレンマが生まれちゃうんですよね。困るはい、ありがとうございます。続きまして、しきなさん、はい、投稿お疲れ様です。お疲れ様です。おす、修行に行かせる男子迷いますよね、ほんと。もっともっと無限にでもそこを課金にしてないってところはもうすごいと思うんですよね、この、あのゲームのそこだけは課金にしないっていうね。はい、戦略面で言うとやっぱり乱れちゃんですかね。乱れちゃん、ランちゃん、とりあえず、極み担当は6振り揃えたいところです。ああ、そういった意見も確かに多かったですよね。確かに強いんだよな、キャンタンと。打ち方でしたら、カラちゃんもいいと思います。極めにすると、闘争3個詰めるようになりますし、そう、これ初めて知りました。そう、レア度が1個上がるっていうのは知ってたんですけど、そっか、そのせいで3個になる人もいるんですね、っていうところで。いやー、それはすごい。けど、可愛さで言ったら、ホタル丸もいいですよ。そうなんですよね。でも、ホタルくんも、延連で、その、表情だけは見たことあるんですけど、今の、極みじゃないホタルくんの、右手上げてるポーズが好きなんですよ。明石さんとお揃いのね。だそれがなくなっちゃうのがちょっと寂しいなっていうのも、あるんですけどね。あと、白山くんですが、私は溜め込んだ資材の9割持っていかれるし、どんぐらいだろう。どんぐらいだろう。悪魔でした。悪夢でしたね。でしょうね。少しでも多く資材や依頼札を貯めておく、貯めて心の準備を。やばいなぁ。ないんだよなぁ。闘争とか大事にしないとですね。ありがとうございます。はい、続きまして、沢さん。はい、リオラさんとお疲れ様です。お疲れ様です。おす、チーム戦、白熱しますね。今回はすごい、みんなね、2点、3点、4点、5点だったかな、最終的に。すごいいい勝負をしてくれました。レアな子来てくれるけど、そういうゲームじゃない。信濃くんいっぱいランブ上がりました。はい。信濃くんと博多くんは嬉しいですけどね。毛利くんなかなか来てくれないですよね。ほんと毛利くん、2回レースやって来ないですからね。だから要は、少なくとも60回以上はやってる。もう100、レベル上げも入れたら100回以上50回やってるんですけど、僕、来てないですね。で、次の極み男子は悩みどころですね。ひとまず、担当を1部隊、結成できるくらいにした方が今後のイベントでは役立つかと思います。やっぱりそうですかね。で、極め内刀にしたらカラちゃんですね。サンスロになるので、投石兵3つつけてると遠線ダメージ増にもつながりますし、そう、やっぱ闘争3つは正義ですよね。槍の極みが実装されるので、修行道具も温存するって手もありですよ。後のことも考えて。ではでは、次回楽しみにしております。ありがとうございます。それでは、本編の方どうぞ。大阪城もラストです。はいはい、ただいま大阪城の進行状況を報告いたします。はい、極め男子と、担当の5人と蛍くんで、今80回を攻略中でございます。で、今ね80回のボスまで来ました。はい、ちょ、音出すの忘れてた、はい、まあ今のところこう全員ね、ホタルくん以外全員も逃走を遠隔攻撃にしたところ、まあ、だいぶ順調に来れまして、1回73回でボロボロにやられたんですけども、陣を間違えてね、うっかりで、ちゃんと陣を見てちゃんとサニワロボしていれば、今のところ、何の問題もなく、ほぼ
闘争がなくなることもなく、うん、進むことができています。はい、ヘイがたまに残るんですけども、まあしょうがないでしょう、うん、ただ打たれ強さではもう最強なんでね、うん、ホタルくんは。はい、というわけで、80回のボスも何の問題もなく倒すことができました。 ありがとうございます。撫でてください。撫でてあげます。さあ毛利くんは、いまだに毛利くんだけはまだ出てないんですが、アーチくん、アーチくんもランブがはかどる、うん、はい、ありがとうございます。ちゃんとねこれも2倍もらっておきましょう、うん、じゃあまた引き続き、頑張っていきたいと思います。また、後ほど後ほど今度ね、うん、もう90回いったら、報告したいと思います。ありがとうございました。はい、極め修行のお時間でございます。はい、いろいろと、はい、ご意見ありがとうございます。うん、皆さんからね、うん、あ、誰がいい、あれがいい、これがいいって話を聞きまして、まあ悩んだんですけども、まあ、今回は大栗からさんに、うん、言ってもらいたいと思います。うん、のどうやら極みになると彼は闘争が3つになるというね、うん、闘争は正義だうん、と思ったんですね。うん、あとね、うん、あの担当6人揃えるのもいいですよっていうお話もいただいたんですけどね。うん、まあ、確かに今すごい強いんですけどもあのですね、やっぱりね、内刀の方も増やしてこうみんなで守り合う姿っていうのもね見たいんですよね、うん、ちょっと動画にはできてないんですけどもね、あのむっちゃんとね、あのへしきりさんでこうかばい合うところが一回撮ったことがあって、もうすごい面白かったよ、それが最初のなんだっけ、弓かなんかをむっちゃんがかばって、次の銃をへしきりさんがかばってみたいな、お互いのかばり合いがね面白くてね、うん、そういうの見たいなって思って、うん、っていうのもありまして、いろいろ総合的に考えた結果、今回は大栗からさんに行ってみたいと思います。行っていただきたいと思いますね。修行で一体どういうか、どう考えが変わるのか、変わらないのか、もしくは、うん、より強くなって、あ、やっぱ俺一人でいいじゃんみたいになっちゃうのかどうか、うん、なところをですね、うん、なので行ってみたいと思います。はい、そう、この方はね、相談もなしに行こうとしてるんだよねいつもと違うようだって言いながらも、ほら黙って出ていくつもりだったんだ。サニワンに主に向かってしちゃうちとか許せませんな。お前には旅に出てもらおうじゃないか罰として旅に出てもらおう送りからが修行に飛び出したいようですはい、行っていただきましょう。行ってらっしゃい。さあどうなってくるんでしょうか。うん、修行に旅立った刀剣男子は96時間後に帰ってくるよと、手紙が来るよ。はい、気をつけて行ってらっしゃい。さあ、あ、そうだね、そうそうそうだよねそうだったそうだった、はい、そう、タイムイズマネーです。はい、さあ楽しみですね。あの性格でどういう手紙をそうね、手紙がすごい、期間期間、やっぱ帰ってきて、はい、手紙気になりますね。はい、ありがとうございます。楽しみにしましょう。来ましたね、大栗からより手紙が届いていますすごいな、なんかあのカラちゃんから手紙が届くっていう時点でなんかだいぶ驚きないどんなのを書いてくれたの。うん、楽しみですな。うん、はい、あっ主とかもないぞ彼らしいな。報告なんてするつもりはなかったんだがな、面倒だが主に定期報告しろとの命令だ。今今し命令だ、命令なのこれ、どれの命令だ、僕なの、サニワの上司、うん、それともあちらで誰か上司ができたのかな。うん、
修行のために向かわされたのも仙台藩。一人で強くなるってわけにはいかないのか。いや、まあ意地でも一人でなんとかしようって感じなのかな。うーん、終わりだ。ちょっと待って、足りない、女王が足りない、仙台藩しか分かっていない。ちょっと、もう少し語ってくれよ、カラちゃんよ。はい、まあありがとうございます。復讐は何も生まないなんて嘘だ。だったら僕に焼き付いたこの怨念は何だ。怨念は何だ。はい、じゃあ頑張ってレベル上げていこう。はい、カラちゃん2日目こそ、はい、もっと情報をお願いします。ありがとうございました。はい、なんか音出てないなと思って見たんですけど、うん、曲ちゃんとあるんですよ。でこれいじるとなるんですよ。これバグですかね。これ動かしてる間はなるんですよ。止めるとなる。止めると曲も止まる。なんだこれ。ああ静かだ。一旦切ってもう一回入れる。変わらないな。一回再起動してみます。はい。ああ音楽流れてる、音楽流れてる。よかった。何だったんだ。はい。復讐を求めるの。はい、OK です。ありがとうございます。よかった。何だったんだ。びっくりした。それが僕の存在。さて、ではですね。占領箱が90回まで行きましたんで、90回やっていきたいと思います。はい、この子たちは何しに来たんだろう。岩飛んで終わっちゃったよ。はい、いやーしかし90回もなんか余裕ですね。極め担当の子たちは強くしすぎましたっていう歴史があるらしいですけど、強すぎですね。何なんだろう、レベル80の普通の特段子の方々たちで、方々がね、51回でもなかなか苦戦したのに、なんだこれ。なんだこれ状態ですよ。うん、だとすると本当内刀さんたちの、極め内刀さんたちの40以降のね、大器晩成をもう本当ちょっとね、期待したいところなんですけど、どうなのかな。商売上手切り、もうなんかどういう状況なんだろうな。そこだね。これでだってレベル3まだ40にもなってないんですよ。まだ2倍以上あるんですよ。どうなるのこれ。そりゃね、斜めもお散歩で行けるようになりますよね、そんな。そこまでレベル上がれば。さあ90面の地下90階ドロップはいかがなものでしょうか。うん。おー、 OK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  はいよ、よろしく。はい、90回もクリアでございます。これもうちょっとこのまま行っちゃいましょう。はい、どんどん行ってみたいと思います。はい、はい、91回ボスまで来ましたが、うん、なんか行けちゃいそうですね。もう強すぎんだよなこの飛び道具が。うん、もう一人いなくなってるし。司法主義アタック、いやいや全部残ってるけど、あー、さすがに逃走全部残ってるのは、耐えたか。なるほどね。三日月さんのフォローでうまいとこ全滅です。完全勝利。そう、相手が逃走打ってこないおかげでずっと完全勝利なんですよ。ありがたや。はい、さあドロップはどうでしょう。91回、おー、リカ君。はい、あ、来てないよ、来てないからね、来てない。はい、太巻きが91個もらいました。はい、次どんどん行きましょう。はい、92回ボスです。さすがに逃走は剥がされるようになってきました。うん、あの1人2人ぐらいは残るようになって、でしかも大体大立ちとかで、ズバッズバッと食らってるうちに、そこそこは取られるようになっちゃいましたね。うん、
まあ、あの特上闘争を使ってないところを削られてる。そう、特上闘争を使ってなくてここまで来れてるんですよなんで別にね、うん、一回帰って特上にしてくれば、うん、まだまだいけそう。ああそう、残っちゃうんですよね。そうだよ、そこだな。ちょこちょこ残るようになってきましたよ、さすがに。ああ金を取るでない最後の最後で散り際に金を取るんじゃないよ、もうせめて雅に散れもう全く。あ、今でも勝利は勝利でございますが、撫でてあげちゃう。撫でてください。はい、ドロップをどうでしょうか。ドロップ次第ではもっといっぱい撫でちゃうけど、おおむっちゃうんですね。ありがとうございます。ランプは5なんで、誰かの修行相手になってあげてください。じゃあ1回帰りましょう。はい、ありがとうございます。92回クリアです。俺の名前はナマズオ東四郎。やあやあ、これなるわ。平野東四郎と言います。俺の名前はナマズオ東四郎。はい、いよいよ99回まで来ました。はい、でいただいてるコメントによると99回だけ桁違いに強いということなんで、うん、もうあの経験値が入らなくて、うん、ちょっとね、うん、もう席から外れていた、蛍丸くんをちょっとね、もう今回の最後の助っ人という形で、経験値は入らないんですけども、うん、最後に君の力を貸してくれ。はい、蛍丸くんを連れて99をあのねアイテムを使ってボスまでワープしていきたいと思います。この黒い髪が、はい、まだ4つ残ってるはい、じゃあ行きましょう。99回、いよいよ最後まで来れましたね。うん、すごいな、極み担当。お、セリフあるんだ。最深部99回へと到着しました。この回が今回の最終調査となり、敵の強さもこれまでで最高となります。博多敏郎、後藤敏郎はい、気配は非常に強く感じます。嘘ばっかり嘘ばっかりだよもう。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、道中パスはい、パス。敵じゃないとしても、さあどうかな。敵の布陣を教えて。なんでも7の4、ん8の1、あ、7の4の短距離コースぐらいの強さらしいんですけど、短距離コース僕見たことないんで想像が全くつかないです。はい、じゃあ行っていきましょう。速度は上がる陣、さあどうかな。うん、見た目は普通。高速槍も、あれ高速槍かな、このヒットポイント10は高速槍かな。高速槍はいる。ああ強え嘘だろ強え。あれでもこっちの攻撃も当たれば勝てるなあれあれへい、あ残る。うわ、いいよ。おお、すごいすごい。あの蛍くんにこれだけの怪我を負わしただと、盾兵もつけているのに。お前これだけで蛍くんは何時間休むと思ってるんだお前なんということをしてくれたんだ。ありがとうございます。はい、まあでも99回クリアです。経験値すげー、いいですね。さあ最後の最後の本当に最後のドロップはここで毛利くんをいや、ありがとう。厚くんもそろそろ、うん、5がランプレベル5が見えてきましたよ。うん、ありがとうございます。さあ、なんかあるかな。99回も小判くれよ、小判ちょうだいよ。え、普通に終わり、これ普通に終わり。調査を継続って99回にもう一回行くだけですもんね。ダメ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 。はい、ありがとうございました。大阪城、うん、初めてやった時は50回でまあ終了しましたけども、2回目のね今回はなんとか99回クリアすることができました。ありがとうみんな、ありがとう博多くんお疲れ、うん、ありがとうね。最後に怪我しちゃったけど、2人ともじっくり休んでくれ。3時間1分キツカーで終わりか。蛍くん8時間28分
ですよね。まあゆっくり休んでくれたまえ、うん、お手入れ入ります。お手入れ入ります。はい、大阪城クリア、お疲れ。さあおはぎの宴を始めよう。はい、実はですね、物石くんが来てすぐですね、あのまあ新人さんたちでレベル上げをまあやってたんですけども、まあ当然ねあのこれが発生してしまいまして、うっかり、本当にうっかりそう、指定なしだったんですよね。うん、なんでうっかり出ちゃったんで、あーってまた、うん、ちょっとなるべく見ないようにして飛ばしてきました。なのでここでね、あのちゃんと見たいと思います。はい、天下人の霊剣ですかね、ソーハヤさんと物吉くんで、お送りいたします。どうぞ。どんなつながりなんだ、うん、まあ、持ってた方が同じか、同じつながりですかね、うん、お久しぶりです。あ、やっぱりそうですね、うん、ずいぶん久しぶりですね。うん、だな、たぬきじじい、たぬきじじい、徳川の誰かかな、うん、やめましょうよ。あ、やっぱり普通に言えやすか、はいはい、タヌキじい、はいはい。俺もお前も、でも主のことそんなタヌキ扱いでいいんですか？うん。刀の運命ねじ曲げられた以上、これくらい許される。刀の運命ねじ曲げられた？へえ。顔が笑ってますよ。ああ、でも別に、はい。それだけあの方が偉大だったって。恨んでたっていう感じではなさそうですね。うん、ちょっとした、うん、何やろうみたいなちょっとした愚痴でしょうか。うん。他の人たちみたいな、あの総座さんみたいに籠の中の鳥とかそういうあれではなさそうですけど、うん、そうだな、うんうん、今度の主もそれくらい偉くなってもらいたい。尊敬はしてたっていうことですかね。うん、はい、今の主も今度の主もそれくらい偉くなってもそうですね偉くならないとですね。はい、頑張ります。あ、頑張りますはい、ありがとうございました。さて、あと見れるのはですね、うん、まあパーッと見たところですね、うん、まあやっぱりあとラスト、今我が本丸でいらっしゃる男子で見れそうなのはこちらですね、幸運の刀、物吉くんと、後藤くんで戦国の、三方ヶ原でいいのかな、はい、の方見ていきたいと思いますので、ちょっと編成をしていきます。編成してきます、はい、はい、というわけで編成してきました。何気にまだ後藤くん内番組見てないんだね粟田口いっぱいいるからちゃんとね、うん、メモっとかないと誰が見てて誰が見てないのかもうこんがらかってきたはい、編成は、後藤くんと物吉さんを入れて、物吉くんを入れて、あとはあの新人の皆さんです。はい、新人の皆さんもね、あのレベル70を超えてきました。はい、うん、大阪城をやってる間になんとかね80以上にして、うん、みんな一緒に、うん、並んでいく、あの出発できるようにしたいですね。はい、まあなんとかなるでしょう、うん、80ぐらいだったら、うん、まあ余裕ですよ。というわけで、まあまあ物資君の方がレベル低いから、うん、体調にして経験値いっぱい上げましょう。後藤君も96ですからね、もうだいぶ極みに近くなってきました。皆さんはじゃあお守りいたします。戦国の記憶のここですね、4の2ですね。ああ余裕でしょう。あ、平均59、経験値入んないわざわざ気使って体調にしたけど経験値入んないや、これ。まあいいでしょう、うん、階層見て帰ろう。始まりました、幸運の刀。よし、今日も幸運を毎日行ってるのか。うん、あまあまあそうですね、うん、それはもちろんですね、うん、それが一番大事。なんかあったのか、うん、ちょっと機嫌悪い感じ。ただ人間って勝手だよなって。お、どうしたんだ。それでいいんじゃないですか。ん、それでいいんですよ、勝手じゃないと人間はすぐに死にますすぐに死にます言われちゃった。勝手じゃないと人間もすぐにします。
また何かあるんだな、これはお話が。うん、はい、ありがとうございます。勝手じゃないとすぐ死んじゃいます。警察をお願いします。それから動きを決めましょう。難しいな。後藤くんもちょっとご機嫌斜めだったのもちょっと、うん、なんかあるんでしょうね。はい、ありがとうございます。これはまた歴史の勉強だな。行きましょう。勝利をつかむために。オンシャーリオルスです。本日もご視聴いただきありがとうございます。皆様のおかげでですね、うん、なんとか僕のね、刀剣乱舞のゲームプレイの実況も動画をね、うん、とうとう100を迎えることができました。本当にありがとうございます。うん、皆さんからね、いろいろコメントをいただいて見てます。もう一から全部ガッて見ました。とかね、うん、こうしたらいいですよ、ああしたらいいですよ、うん、彼はこんな歴史がありますとか、いろんなお話をいただいてね、うん、それを聞いて、今日もあげよう、今日も動画を出さなきゃという形でなんとかね迎えることができました。本当に、うん、ありがとうございます。 ここまでね、本当モチベーションをね、最初は本当ここまで行くと本当思ってないんですよね。本当ただ、まあ、今年はなんか新しいことやろうっていう、もう本当簡単な簡単な気持ちでね、うん、まあ始めてみたものなんですけども、うーん、100まで行くとはね、うん、まさか自分のモチベがここまで保つとは本当に思ってなかったですよ。本当にありがとうございます。はい、で、まあさっきのね、あの回想の時もとこでも言ってたと思うんですけども、うん、まあ回想も今のところは全部見れるものは見終わって、うん、で、普通のノーマルステージも、8の1位ですかね、うん、今実装されてる分までも全部クリア、うん、しまして、で、そして今行われている大阪城のイベントも、まあなんとか、うん、99回まで、到達することが、はい、無事できました、うん、ということでですね、うん、まあしばらくはですね、僕のできることがですね、レベル上げなんですよね、うん、まあ新しい方が来てくれるか、レベルが上がってからね、うん、レベルを上げて、そうする上げればこうまた何か、うん、いろんなことができるようにはなってくると思うんですけども、もっか今僕ができることはちょっとレベル上げのみとなってしまいまして、はい、まあいろいろ考えてることはあるんですけども、うん、やっぱり、うん、まあまずはレベルを上げとかないとできないことっていうのもありますし、うん、ちょっと今日明日すぐっていうね、こうできるものでもないので、はい、まあいろいろこう考えてはあるんですよ。こう大阪城を、あの50回を何回掘ったら何回行ったら毛利くんが出るかとかね、うん、そういうのもあるんですけど、やっぱりそれをね、あのこう一日でやるっていうのもちょっと無理な話で、一回ですね、確かやろうとしてダメだったことがあるんですよ。いつだったかな、あの2の3だったかな、うん、2の3すごい、ほんと初期に2の3で、あのいい子出ますよみたいな、あのリオさんがあの欲しがってる子出ますよみたいな話をいただいた時に、じゃあ2の3出るまでやりますみたいなのをやろうとしたんですけど、まあ出なくてうん、もうね、出なくてね、うん、でまあ違う話に切り替えたっていうこともあるんですけども、うん、ここまでね、うん、本当、まあ、やっぱり毎日、うん、こう寝る前に見てますで、ね、すごいすごいね、嬉しいコメントもいただいて、まあ時々は休んで、やっぱりね、うん、僕もあの一応仕事を、うん、生活のために仕事はしてますんで、はい、なのでまあどうしてもね、ちょっとお休み、うん、もういただいて、まあ、毎日、まあ、できるだけ、うん、可能な限りは毎日でやってきたんですけども、うん、ちょっと今回これからはですね、ちょっとまとまったものをお見せするには、うん、ちょっと毎日じゃすいません、難しく、うん、なってしまったかなというところなんですよ。はい。ですが、あれですよ、もちろん、あの実況自体をあのやめるってことは、もうないので、それはね、考えてませんので、はい。
ちょっと毎日っていうのは、はい、これからあのちょっとできなくなってしまうかなっていうところなんですね。あ、もちろんあの何かネタがで考えついたり、これできそうっていうのがあって、それがこう20分30分で収まらないようであればこうね、また明日も投稿、その次の日も投稿、うん、会社は休みの日とかだったら、あ、今日はなんかできそうで投稿っていうので続いて出せる時もあるとは思いますけども、うん、た毎回毎回ちょっと毎日っていうのはすいません、これからはちょっとできなくなると思います。はい、それだけちょっとご了承いただければと思います。はい、ですがね、うん、まあなるべくそう、まあ見てもらって、うん、聞いてもらって、うん、楽しい動画、うん、っていうのを心がけて、うん、まあゲームプレイ自体はすごい楽しいので、僕はあのもう何度も言ってると思いますけど、もうレベル上げてるだけで楽しいんですよ僕このゲームねうん、もうだってレベル1つ2つ上がるだけでだいぶこう楽さが変わるじゃないですか、本当にこのゲーム、うん、だからそれが非常に楽しくてね、うん、だからまあレベル上げの動画っていうのも1回ぐらいなら上げれるとは思うんですよこう20分から30分ぐらいをずっともうレベル上げしてるだけ でまあなんか、うん、ちょっと日常のこと喋ったりとか、うん、っていうのも1回か2回ぐらいはできるかもしれないんですけど、毎日レベル上げの様子をちょっと動画で上げるのはちょっとどうだろうってなるね、うん、もう先輩サニアの皆さんはもう多分日常茶飯事でそれやってると思いますんでうん、まあさすがにそれもどうかなと思いましてね、はい、何かしらネタが浮き次第あのアップはしていきますので、うん、ただ毎日はちょっとごめんなさい、うん、申し訳ないというお話です。はい、なのでですね、あの、まあ、できればあのその、まあ、チャンネル登録というものがあるので、うん、YouTube ね、あとあの Twitter も、まあ、なんとか本当ね、このゲーム始めるまでは、うん、ほぼツイートするつぶやくことはほぼなくて、うん、ね、うん、なんかあのアプリゲームアプリのなんかリツイートするとなんかがもらえるかもよっていうのをリツイートするぐらいのたまーにですね、うん、するぐらいの人だったんですけどもね、うん、ツイッターもなんか普通に使うようにもなりまして、まだ全然ね、あの皆さんあのフォローをしていったらもうあのすごい勢いでこう皆さんね、あのこうガーッとこうかあのツイートされてるのも追っかけるのもね、まだもう必死になってる状況で、はいえ、そういうことあるんだ、そういうのあるんだとかね、みんなすごいあの上手な絵とかあの漫画とかアップされてて、すごいなーっていうの、これすごいなーっていうのを見てね、うん、思ってツイッターも面白いなーって思うようになりまして、うん、だからあの動画アップするときはあのツイッターの方でやっぱり報告いたしますんで、うん、できればあのフォローもしていただければと思います。はいね、本当はね100なんでなんかすごいことをやるのかなってちょっと思わせちゃったらもう本当ごめんなさいね本当ね2日も休んじゃって、うん、実際2日休んだのは初めてじゃないかな、うん、ですよね多分、うん、およそ4ヶ月で、うん、100だから、まあ、1ヶ月25話ずつぐらいは出してた感じなんで、まあやっぱりそうですね、うん、3日か4日に1回休むような感じだったのかな、うん、あ、もうちょっとか、もうちょっとやってるかうん、なんでまああのお知らせいたしますんで、あのフォローと、はい、チャンネル登録どちらか、うん、まあどちらもどちらも、はい、していただければと思います。はい、100ね、なんかやればよかったんですけどもなんかね、そう、こう僕もね、なんか絵とかでも描ければよかったんですけども、そんな技術がまずないんで一からの修行となりますんで、はい、まあね、そういうのもできてきたらね、あのお見せできればと思うんですけども、もうそれは本当にいつになるか、いつになるのっていう話なんで、もう、まあ、挫折する可能性の方が絶対高いんですけど、そっちの方は、はい、ただゲームの方は、はい、もう全然楽しく、うん、続けていきますので、はい、これからも、はい、よろしくお願いいたします。はい、以上でした。むっちゃんもね、うん、1話から100話まで本当にありがとう。うん、
刀剣男子の皆さん、うん、ありがとうございます。なぜここで泣きそうなの。はい、ありがとうございました。はい、投稿刀剣男子動画100話まで、今までご視聴いただき誠にありがとうございます。と言ったらなんか終わりみたいな感じですけどね、はい、まあ一旦の区切りという形でちゃんとお礼はさせてください。本当にご視聴いただきましてありがとうございました。はいね、でもこれからも、うん、動画は続けていきますので、はいね、本当にね、まあ、毎日じゃない、まあ、なくてもですね、うん、ぜひお待ちしていただければと思います。ぜひねよろしくお願いします。まあ、頑張りますので、はい、ありがとうございます。でこれからですね、まあ、100、うん、せっかく行ったんでまたね久々に振り返り動画でも作ろうかなとも思ってます。はい、以前にやった時どんぐらいだったかなと思ったら30何話ぐらいでやってるんですよね。今思うと随分気が早いなと思いますよね、30ぐらいで振り返り動画っていうの。ね、まあ100まで来たんで、うん、何かしら、うん、まとまったものができたらお見せできると思いますので、その時はねまたよろしくお願いします。でも本当にね100までありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。失礼します。